はーい、お疲れ様です。元光です。時事ニュースの方のチャンネルになります。 今回の話なんですけど、自称少年化革命科のね、ゆたぼん君についてのお話になるんですけどね、ちょっとリスナーサーからで、ね、リクエストいっぱいもらったんでお話していこうと思うんですけど、元光先日こんな動画を上げたんですよ。ナイツ・ハナに髪を批判され、曲解して、老害扱いの悪口だーっていう風な感じのね、動画を上げたんですよね。ゆたぼンくんなんか、髪をね、批判されたーっていうことで、この髪はね、えー、寄付のために伸ばしてんだよーっていうことを言ってたんですけど、ただ、元光、この動画でですね、本当に寄付する気あんのって、まだ言 1一回も寄付してないのに、寄付のためだ、寄付のためだって言って伸ばしてるのおかしいじゃんっていうようなお話をねしたんですけど、ただそのね、この元光の動画上がったすぐ後にですね、えー、なんと、えー、ゆたぼんくんのチャンネルで髪の毛を寄付しました !5 年以上伸ばしてたんですけど、今寄付しましたよみたいな感じのことをね、あげてたんですよ。タイミングよく髪の毛を寄付するっていう動画をあげたんですよね。まあそれでね、元光のところにささんから、あんなのネタじゃねえか建前だけで視聴者数稼いでるだけだよ元光取り上げ って,くれっていうお話がね何件かいただいたんでねお話していこうと思うんですけどまあそういったネタにしているっていう部分もあるんですけどただ元光がね許せないのはそれ以上にあったりするんでねそこら辺もお話していこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでねもう早速なんですけど今回のねユタボンくんのお話でね、えー、元光があの許せないって思ったのかこちらなんですよねまあ前にもお話をしたんですけどこの記事で、まあ、ユタボンナイツ花割 に一括老害こんんななのにににったらほんまに終わり髪型に言及され不快感ということで、ユタボン君はね、もうナイツ花輪さんに対して、老害だとか、こんなになったら終わりだぞみたいなね、まあ、ひどい誹謗中傷に近いような暴言を吐いてたわけですよ。ただ、その内容っていうのが、事実無根なことで相手を悪く言ってるんで、そうした配信に関しては、ほんと良くないんじゃないかと思います、まあ。とりあえずね、そこについて説明しようと思うんですけど、ユタボン君は YouTube で言ってたんですよね。花さんは学校も行ってないのに あんなな髪髪型して悪いしししてててて悪いいい後ろ伸ばヤンキーみたたどとと批判 YouTube 内で、ユタボンくん言ってたでですよでナイツの花とかいうのが、俺の知らんところでヘアドネーションする髪型のことをディスってたらしいねんけど、こんなのになったらほんまに終わりやからなーっていうことで、ユタボン君の YouTube 内では,は、ナイツの花輪さんがね、え髪型がカッコ悪いとかって悪く言ってたりだとか、あとヘアドネーションディスってるかのような、えー、言い分にしちゃってるんですよ。 花さんんがそんなこと言ってたぞーってただ実際のラジオ配信、まあ、その、ねえー、発言があったラジオの配信ではスポニチの当時の報道では塙さんは、ユタモンはさ学校行ってないじゃん。 なんでああいう髪型になっていくんだろうねヤンキーみたいに金髪で襟足が伸ばしてるんだけどあれは何から自分の意思だとしても学校に行かないのなんであれがかっこいいってなるのかがよくわからないっていうねまあその花さんの価値観を喋ってただけなんですよ。決してこれの中に「ディスっていう言葉はないと元光は思うんですよね。実際にその音声も元光聞いたんですけど全然なんか悪い感じはしなかったですけどね。まあ、ただ批判的には話してる。で彼の自由だけど 普通の黒の黒でもいいわけじゃん何の影響なんだろうって毎回思う不思議だなと発言したとしているということでまあ俺にはちょっと理解できないなああいうことするのっていうような言い方なんですよねそれに対してアナザサーでも完全に悪いことを言ってきたあんなやつ老害だって言ってユタボくは怒ってるわけなんですよで怒り返してるんですけどまあ自分がね、えー、誹謗中傷を受けたと思って言ってるのかもしれないですけど結局相手に対して老害だみたいなね、えー、誹謗中傷の言葉を使ってるんです でそれって悪いいことじゃないですかユタン君ねしかも事実無根なことでそれ言ってるんですよ。あまりにもひどいと元光は思うんですけどね。はいまあ、そこら辺が今回元の、元光のユタボン君が、えー、配信した内容で、えー、許せないというかダメなんじゃないかっていう思うところなんですよね。話題性を上げて視聴者数を稼ぐためにエアドネーションをネタにしてんじゃないっていうふうに、ね、ネット上では言われてるんですけど、なんでなのかっていうと、そもそもこのね、塙さんのことに対してユタボン君が怒って、まあ、Yahoo! ニュースとかにね、いろいろ記事になった わけけなんですハナアさんの,、えー、その発言っていうのが2月1日放送の話なんですよねナイツ・ザ・ラジオショーっていうものでの話らしいんですよだから2ヶ月も前の話を今、ねえー、取り上げてそれでね文句言って「老、え、害、ー、だ!」とかっていやもう汚い言葉過激な言葉を使って話題にして、えー、視聴数が増えてるような今状況になるんですよでいろいろ批判された結果、えー、そこでヘアドネーション寄付しましたってこれ完璧に視聴率数を狙って たっ作戦にしか覚えないですよねまあ、確かかににこれはネタししてるとしかもですね、ユタボン君、ゴールデンウィークに格闘技のイベントに出るよって、まあ、これのせいでクラウドファンディング延期しますよとかって言ってたんですけど、それでね、なんかこういう格闘技のバトルやるよって、で、それにもし負けたら引退して坊主にしますよとかって宣言しちゃってるんですよ。 そのヘアドネーションの炎上の話の前にね、まあこういうことをやってたわけで、え、髪、ヘアドネーションのためにああの伸ばしてんのに、これバトル負けたら、え、引退して坊主にするんだっていうようなお話になるんですけど、そもそも相手がえガチのね、あの格闘技の選手であって、これ勝ち負けってどういうことになってんのって、これただのイベントごとじゃーっていうようなお話になってるわけなんですけど、そこでね、あのヘアドネーションのためにかけてた髪の毛を、えー、かけますって言って、なんかかけてるんですけど、 かける大会の、その大会とかイベントの前にですね、先にもうこうやってヘアドネーションに寄付しましたってやってるんですよね。いや、どういうことだよ。これから、あの、イベントでかける紙をなぜかヘアドネーションでね、あの寄付しましたって。うんな。まあね、勝ち負けがそもそもわかんないんだけど、もうその前にですね、保証としてもうヘアドネーションするっていうイベントをしちゃうんですよね。これ、どういう流れなのマジで意味わかんないんだけど。 とにかくその髪を失う前にヘアドネーションをネタにして動画撮りたいからそのために花輪さんに食いついたんじゃないのかっていう風に言われてるんですよでしかもねあの事実無根のようなことで、えー、花輪さんに対してこれって悪口言ってるんだったらかなりひどいだと元ツは思うんですよねもちろんネタにするためにね、まあ、自分の髪寄付するとかっていうのを動画のネタにしたりだとか、まあ、そのために伏線貼ったりだとか色々するのはいいですよストーリー性つけたりするのはいいんですけどただそれのためにですねあのナイツ 花輪さんに対して事実もこんなことで悪口言うっていうのはそれ違うだろうと。うんまあ、こういうのをね大人、まあ、あのユタボン君のお父さんたちも OK みたいな感じで、えー、これ動画にしてるっていうのはよくないですよね。 マジで悪影響かなって。しかも何なの後付けみたいにヘアドネーションするっていう、この流れよくわかんないですけどね、これ面白いと思って見てる人いるのかなちょっと本日は不思議に思うんですけど、とにかく被害者であるナイツの花輪さん、かわいそうだなーっていうふうに思います。あとですね、まあ、結構ね、本日のところに理由も多かったのがですね、えー、そもそもユタボン君、後ろの髪、ヘアドネーション用の髪をね、あのー 染めたりしてねえよとかって言ってるんですけど、結構脱色とかしちゃってるんですよね。まあこれ自然に脱色してるのかどうかわかんないですけど、本光も先日の動画でお話した通り、もしかしたらこれ染めてんじゃねえのっていうぐらい薄いね、えー、描写があったりするわけなんですよ。うん、まあここら辺に関しても、おや嘘ついてんじゃねえのかっていうね、えー、意見 いっぱいいただいてるんですけどただそこら辺に関してはちょっと確たる証拠ないんでね何とも言えないんですけどまあとにかく髪の毛をネタにしてね視聴数を稼ごうとしてんじゃねえのかでそれに対してね花さんにね、えー、迷惑かけてんじゃねえのかっていうようなところでしたねでネット上の意見もね見ていこうかなと思うんですけどユタボンってこのまま成長したらどうなるんだろうって興味出てきたってまあまあ元水もね興味はあるんですよねヘアドネーションは自由だけど後付けだと思っちゃうし髪型がダサいのはいいとして年上を呼び捨てにしなんでも 思ったことを世界に発信しちゃうのは、やはり教育を受けない影響なのではと心配になる。まあそうだよね。ああ花さんのね、もう事実無根なことに対して、なんか老害だとかってわけわからない、ただただ罵るだけと。で、これこそ子どもたちに悪影響だって、まあそうしたところもあったりだとか、このままどうやったら成長していくのかっていうのが興味出てきたっていうような人もいるんですよね。まあ興味は確かに元光はありますけどね。こちら、リツイートといいでさせていただきますね。あ元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったら、フォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。 とかあとこちらとかね、ユタボンくん今度は花輪さんを老害呼ばわりかよ。花輪さんラジオでヤンキーみたいに金髪で襟足伸ばしてあれがかっこいいってなるのがよくわからないといったことで起こったらしいね。でも老害呼ばわりする方が失礼し君ら親子はもっと人に失礼なことしてるでっていうことで、まあ、老害なんてもしね批判されたとしても老害なんて言ってたらお前も一緒じゃねえかよって、ね、ブーメランみたいになってるわけですよね。はいこちらもリツイートといいでさせていただきますね。とか、えー、学生の中に医療 ウィッグをかぶって通学している人もいるユタボンは学校に通っている人を侮辱するような発言を繰り返していた、まあ、確かにそうだよね、うん、で学生に対する侮辱行為をしていた人がヘアドネーションアピールをしても偽善者にしか見られないということにユタボンと中村ゆきはそろそろ気づくべきっていうことでねまあ寄付することは別に元光もいいと思うんですよただですねあのー その自分のね、学校行かないだとか、それもまあ自由でいいと思います、もうそれがやりたいんだったら、ただそれをえ理由にして、なんか反対側の人たち、意見、学校行ってるやつ、あいつら何なんだよ、みたいなとか、悪いようにね、侮辱するような発言をしたいだとか、今回の花さんに対してだとか、まあひどいね、言葉を使って相手を悪く言うのは、それ違うんじゃねえの。やりたいことがあったり、寄与したりするっていうことは別に自分の好きにやればいい、ただそれに対して悪口を言うって。 それは違うだろうっていうのがね、まあ、ユタボン君のね、あの批判を受けてる部分なんじゃないのかなと思います。決してね、髪伸ばしてヘアドネーションするっていうことをね、悪く言ったりする人はいないと思うんですよ。ただ、過激な言葉を使ってですね、人をね、あの悪く言うっていうのは、結局自分に返ってきてるからね、ブーメランなんですよね。自分がし、もしかしたら誹謗中傷的なことも言われてるかもしれないですけど、結局同じことしちゃってるからね、ユタボン君も。まあ、それをどう教育してるかは、やっぱお父さんに、えー、関係してくるんじゃないのかなとは思いますけどね。 はい、まあ、ということで、皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、ジジニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。